第1試合女子 54.5 キロ契約4回戦を行います。赤コーナー118ポンド4分の3、江坂所属栗原理恵。青コーナー117ポンド2分の1、井岡所属隣朝子。ジャッジ福地雄二、同じく中村克彦、同じく川上淳、レフェリー杉山俊夫。ともに勝てばプロ初勝利となります。 54.5 キロ契約4回戦、赤コーナー栗原理恵、江坂ジム所属。青コーナーデビュー戦となります、井岡ジムの隣朝子です。栗原はプロ2戦目となります。0勝1敗、プロ初勝利を目指し、そして隣朝子はこれがプロ初の試合です。試合開始のゴングが鳴りました。まず最初の第1ラウンドです。いきなり激しい打ち合いとなりました。接近戦です。上下黒のトランクスを履いているのが栗原、比較的派手なトランクスを履いています。デビュー戦の隣朝子です。顔面を中心に激しい打ち合い、両者接近戦です。顔面にパンチを2つまとめた青コーナーの隣朝子です。左右やや含みのパンチ、相手の顔面をまた捉えた隣です。赤コーナーは29歳、プロ2戦目、166センチ、右スタイルを取っています。栗原理恵、沖縄県出身です。プロデビュー戦は2009年の4月柴田直子との試合でした。今回プロ2戦目初勝利を狙います。もう一つ、また顔面にダブルでパンチを当てていきました。青コーナーの隣朝子です。こちらは井岡ジム所属、アマでの経験がありまして8戦5勝です。23歳からボクシングを始めています。身長は163センチ、大阪府出身です。第1ラウンドは立ち上がり開始早々から激しい接近戦での打ち合いです。左のフック、そして今度は右、そして左。山口啓司トレーナーのもと練習を積み重ねてきたというデビュー戦青コーナーの隣です。下がります。あ、また左を当てました。隣です。もう一つ左、立ち上がりの第1ラウンド、赤コーナーの栗原対青コーナーの隣、隣が左で相手の顔面を捉えながらという立ち上がりとなりました。 54.5 キロ契約の4回戦、赤コーナーに江坂ジム、沖縄県出身の29歳栗原理恵です。プロデビュー戦が2年前の4月にありました。プロ初勝利を狙います。一方青コーナー井岡ジム所属のプロデビュー戦隣朝子です。アマチュアでの経験があります。8戦5勝、右ボクサーファイタータイプ、身長163センチ、大阪府出身です。第1ラウンドでは相手の顔面を中心にお互いに攻め合ってという中で、隣がよく左で相手の顔面を捉えていました。計4つのラウンドで行われます。第2ラウンドに入っています。左右、なお青コーナーの隣朝子のトランクスですが、元世界チャンピオンの山口啓司トレーナーが実際に世界戦で着用していたというトランクス、トレーナーから借りたそうです。左をまとめて近いところで左右のフック、
また振って相手の顔面を捉えていきます。赤コーナーの隣、返していきたい赤コーナー栗原です。左のジャブを使います。赤コーナー黒い、そして篠のデザインも入っている栗原です。左を中心に、服を中心に相手の顔面を捉えていく青コーナー隣。もう一つ左です。お互い相打ちになりました。左です。ここで試合を止めます。デビュー戦はいきなりでの KO 勝利となりました。青コーナーデビュー戦隣朝子、鮮烈なデビュー2ラウンド途中の TKO 勝利。一方的に攻め続けて、そして笑顔いっぱいでのデビュー戦となりました。2ラウンド1分21秒、2ラウンド1分21秒、 TKO により勝者隣朝子。見事なデビュー戦となりました隣朝子、栗原を下してプロ初戦は TKO での勝利です。ご覧のように左のパンチが随分と立ち上がりから当たっていました隣です。